本日のもてなし効果は、斬新ながらもしっかり王道なラーメンが味わえるラサロ亭です。金山駅野毛駅から徒歩15分ほどの位置で、西陣から野毛方面に続く佐原街道という一本道にあります。この通り沿いにはラーメン店が多く、西陣方面に300メートルほどのところには百選万さん、その先には福ちゃんさんの系列として有名な富ちゃんラーメンさんや、二郎系の行列店夢を語れさんなど、他にもたくさんのお店があるラーメン激戦区ともいえる地域です。今回視聴者の方のおすすめでお伺いしてみました。前回一度お伺いしたんですが、火曜日で定休日でした。口コミサイトでは水曜定休になっているものもありますが、現在は火曜と水曜がお休みのようです。このご時世でラーメン400円です。一瞬目を疑います。メニューがたくさんあるので、事前に何を食べるか決めてこられる方が良さそうです。ラサロ亭さんはこだわりの自家製麺が美味しいということなんですが、今回はよもぎ麺というのを食べてみたいと思います。替え玉は50円です。この製麺機で麺を作られるようです。かしわおにぎりもうまそうですね。卓上にはごまや胡椒に加え、揚げニンニクがあります。大将がしっかり丁寧に湯切りをされています。王道なラーメンという感じなんですが、麺が緑色なので不思議な気分になります。ただうまそうなラーメンです。チャーシューは低温調理された感じの色合いで、最近は半熟卵のお店も多いんですが、こういう完熟もスープが染みて美味しいんですよね。醤油感はないタイプで、油は控えめです。ラサロ亭さんは1989年創業で、もう30年以上営業されています。大将は飲食店などで働いた後、約2年間メキシコで現地駐在員向けの料理人をされていたようです。滞在されていた地域は1985年に起きた歴史的大地震の被災地で、日本企業は航路を作るなどの復興支援をされていたようです。そういったご経歴もあり、海外のテイストなど様々な技術を昔ながらのラーメンに取り入れ、お店の屋号もメキシコのラサロ・カルデナスから名付けられています。さらっとしていて優しい感じのスープです。そして麺が緑です。鮮やかな色で、なんだか不思議な感覚になります。ただもちもちした感じとシコシコ感がある細麺で、スープとの絡みも良くて、これは期待できそうです。赤身が多めなタイプで柔らかい感じです。すっきりした味わいの豚骨スープです。塩豚骨という感じで、見た目の割にしっかりパンチもあります。うまいです。ほんのりよもぎを感じるんですが、主張が強すぎず、スープとの相性もいいです。ひたひたになった卵、うまそうですね。口の中でスープと黄身がマリアージュです。肉感が良くて美味しいチャーシューです。よもぎ麺の替え玉にしたんですが、揚げニンニクとごまをかけるとさらに美味しくなります。ラサロ亭さんはとにかくメニューが豊富なんですが、単に変わり種を出すというわけではなく、ベースはしっかり豚骨ラーメンで、昔ながらのあっさりタイプがお好きな方にはおすすめです。大将も気さくで親切な接客なので、お近くを通られた際にはぜひ足を運んでみてください。